アメリカカリフォルニア州サンディエゴの病院であるサプライズが行われました。サプライズを計画したのはこの病院に入院中のギデオン君。彼は白血病と戦う5歳の男の子です。ギデオン君にはサラさんという大好きな看護師さんがいました。そしてギデオン君はサラさんにプロポーズをすることに決めたのです。病室で念入りにプロポーズの練習をするギデオン君。片膝をついてお母さんを相手に練習する姿は真剣そのもの。見ているこっちも応援したくなりますね。リハーサルも終わり、準備万端。いよいよプロポーズ大作戦決行です。サラさんのために作った手作りの指輪を持ってナースセンターに向かいます。急に呼び出され、何も知らないサラさんは、はい、どうしたの、ダンスパーティーでもするの、とギデオン君に明るく話しかけます。しかし緊張してうまく切り出せないギデオン君。お母さんからの声援もあり、やっとの思いでギデオン君は膝をついて、指輪を手に、僕と結婚してくれますか、とプロポーズします。サラさんは、もちろんよ、あなたは私の旦那さんよ、と大喜びしています。周りで見守っていた病院スタッフの温かい拍手に包まれ、まれ中には感動して涙する人もいました。結ばれた二人は熱い抱擁で互いの愛を確かめ合い、ギデオン君の指輪はサラさんの左手の薬指にしっかりとはめられました。感動のフィナーレは、二人の思いを乗せたラジコンカーが走り回り、作戦は大成功です。白血病という重い病と戦いながらも楽しそうな笑顔を浮かべるギデオン君。きっとそれもサラさんという大好きな人の支えがあるからでしょう。早く良くなってデートに行けるといいですね。初デートはどこになるんでしょうか。